次は福島の思い伝えたいです。8年が過ぎても福島第一原発の1号機からは放射線を放射放出し続けています。帰宅可能となった地域にもプレコンパンプが頓挫したままです。福島の思いを伝えたいと結成して7年、仕事や親の介護など集まることが困難な中、結成当初の思いだけで歌っています。今日は貴重な男性パート&ギター伴奏者が参加できないため、宮城の小林康弘さんにお願いしました。福島の思い伝えたいらしく演奏できるよう頑張ります。鍵盤ハーモニカ家田真理さん、1曲目、ふるさとからの手紙奈良間より、2曲目、ほらね。